皆さんおはようございます。そしてこんにちは、こんばんは。なかなかね、3つ挨拶言うのもしんどいな。今はね、朝の、6時ちょっと前ですね。実はね、ここ2日間ほど、鍋ですね、鍋でした。一昨日がね、雪になるっていうんで、実はね、もうね、その日の夜は外出できないかなと思って、鍋の材料をね、朝一で買ってきてたんですよ。それでね、一昨日も鍋、そして昨日も鍋作ったんですけど、ダメですね、やっぱり。まあ特に私の場合一人鍋なんでね、まあほら、鍋って何人かでつっつくとね、それはそれでまあ楽しいしね、何よりね。で、あれ量もね、やっぱほら3人で食べたりすればね、それはやっぱり正直な話、取り合いですよね。まあすき焼きだと肉の取り合いなんでしょうけど、まあ遠慮しつつもね、こう自分の食いたいもの食うぞみたいな。だから、まあね、量もね、ある程度制限できるんでしょうけど、やっぱ一人で食うとね、まあ、みんな食えちゃうわけですよね、鍋ごと。食べ過ぎちゃいますね。だから昨日も一昨日もね、やっぱり食べた後このソファーで寝ちゃいました。だから今日もね、早起きなんですよ。あとね、今日実はね、もうちょっと気づかれてると思うんですけど、外部マイクをね、購入しました。でもね、マイクって難しいですね。今もちょっとこれ撮る前にね、ちょっと 2,3 回テストしたんですけど、やっぱり内蔵の 5.1 チャンネルっていうか、ステレオマイクですか、やっぱこれはこれでよく考えて作られてるんですね、自然に音が取れるように。だからね、放送局の人っていうか、やっぱり動画の撮影って難しいんですね。なかなかやっぱりプロはやっぱり大したもんですよ。自分でやってみて思います。だから我々が普段テレビでね、こう聞いてたり、映画で見てたりする音声とかね、まあ映像もそうなんですけども、いかにこう作り込まれてるかっていうね、やっぱり素人がね、やっぱりはいやりますっていう、そんな簡単じゃないですよね。今も多分音はね、若干こもり気味だと思うんですよ。まあ、これ買ったのはこの ECM の HW2 っていうんですけど、まあ、ハンディカムをね、買われた方とか、買うことを購入をね検討されて、カタログなんか見てると載ってるんで、まあ1回はね、検討されたことあると思うんですけど、まあこれね、外で一人の撮影とかの時に、カメラを置いてね、定点に。ちょっと離れたところからね、レポートするのにいいかなと思って、まあこれを買ってみたんですよ。でもやっぱりちょっとね、難しいですね。だからやっぱりプロがね、絵と音は別々に撮るっていうのは分かります。すごく分かります。で、エフェクター通してね、やっぱり、まあ、ミキサーを通して、エフェクトをかけて、やっぱ音声は音声で、おそらく、一つのラインっていうかね、トラックに乗っけてね、やってるんですよね。まあ、よくわかります、今回自分でやってみて。だからまあ今日はね、このままちょっとね、音がね、不自然、今までの私の音と違って不自然だと思いますし、ちょっとお聞きづらいかもしれませんけども、このままでやらせてください。まあね、ちょっとまあ、ただこれ Bluetooth なんでね、他の電波干渉を受けにくいんで、まあ、それも一つのね、これに決めた理由なんですけど、この間ね、ピンマイクを買ってきてここにつけてやったんですけどもね、線をブイーンって伸ばしたらね、ハム音を拾っちゃってね、ここひょっとしたらいろんな電波が飛び交ってんですかね。ひょっとしたら、まあ、上に高圧線はないんですけど、まあ、いろんな電波が飛び交ってて、それを拾っちゃうんでしょうね。だからまあダイナミックなマイクかなんか買ってね、本当はそれでクロスオーバーを通してね、アテネタなんて言うんですかあれ。ね、まあそうやってやった方が本当は自然な音は取れるんでしょうね。まあ難しいですね。で、昨日ね、一応、車載の、ホルダーつけまして、撮影もね、ちょっとテストの撮影もあげました。ユノさん、どうもありがとうございました。ね、アドバイスいただきまして、まあね、ああいうホルダーで固定すれば
いいのは分かってたんですけどね、あの、まあ、うちの社用車はまあリースってこともあって、まあ、なるだけね一番傷がつかない場所っていうとやっぱりガラスかなと思ってね。でもあのあれ吸盤でペコってくっつくんですかね、あれね。あのちょっとね、まだ実は昨日そんなんで満腹だったんで、よく皆さんのコメントとかもまだ見てないんですよね。実を言うと拝見させていただいてなくて、ちょっとね、まあいろいろその車載の方もね検討してみます。でもね、こうやってやってみると本当にね、まあ私が YouTube 始めてね思うんですけど、まあ私なんかも凝り性なんでね、まあ世代的にそういう世代なんで、でもそういうのを比べるとね、若い人って羨ましいですよね。なんていうんですかね、まあ、ほら最近結構ブレイクしてしつつあるちやちゃんですって言いますよね。彼女なんかそんないい機材があるわけじゃなくて、いわゆる取っ手出しっていうかね、でも面白いですもんね、毎回見てて思いますよね。まあ、彼女は彼女なりにいろいろ考えて、撮ってると思いますよ、ストーリーとかね。そういうのやっぱり比べると瀬戸さんっていうのは、彼はねいろんな意味で、すごく、完成度が高いですよね。見習わないといけませんね。ね、まあでもなかなか大変ですよね、やっぱりね、仕事もしながらなんで、仕事もしながらなんでっていうか、最近サボってますけどね。だってこっちの方が面白いから。YouTube 面白いんだもんね。え、私のような年のものがね思うわけですから、まあ、若い人はねもっと面白いでしょうし、まあロム線の人もいるみたいですけどね、まあ、でもぜひね皆さん自分で作品を上げてほしいですよね。まあね、やっぱりコメントだけでねいろいろこう言ってくる人なんかもやっぱりどこにでもいるんですね。まあこういうのもね、そのうちもいろいろ淘汰されてくるでしょう。やっぱりいくらコメントだからってね、こう汚い言葉を人に投げつけたりね、私はよく、まあ、ギャグを言うんですけども、ちょっと誤解されてね、よくお詫びすることもあるんですけども、そういうことが過去にありましたらどうも申し訳ございません。やっぱりね、まあ、世の中広いようで狭いからね、コメント書くときもね気をつけないとね、どこに落とし穴が待ってるか分かりません。まあ、やっぱりね、人間社会っていうのがね、まあ、一朝一夕にできたもんじゃないから、いろいろとね、大人の世界は大人の世界で、まあ、怖いこともありますよ。だからね、コメントだからって言っても、私のところはね、幸いなことにそういうのはないんですけれども、まあ、他の YouTuber の皆さんのコメントなんか見てるとね、結構ね、いろんな、まあ皆さん大人だからね、放置してるんでしょうけど、まあね、私自身もね、そういったことも自戒の意味を込めて、気をつけたいと思います。まあ、ちょっとね、私もちょっと悪乗りする癖が昔からあるもんでね、もし過去にそういったコメントがあって、不愉快な思いされた方がおられましたら、この場を借りてお会いしておきます。まあ、そういうわけでね、今回、ちょっと新しいマイク、まあ、これもね、まあ、開封動画上げるのか、どうなのか、レポート上げるのか、ちょっとね、わかんないんですけども、うん、まあね、でもこのマイクはね ECM の HW2 っていうのは屋外でね一人撮りの時にちょっと使えると思うので、まあ、これは持っていようと思います。ちょっとね音声もねまたこれからいろいろ勉強していきたいと思います。まあ、じゃあ今日はそういうことでちょっとね新しいマイクで、撮りました。ちょっとお聞き苦しい点あったかもしれませんが申し訳ございませんでした。それでは皆さん、チャオ。